じゃあ、マットに長座になっていこうかな。でいつもながら足首回しからです。右膝曲げて左太ももの上に置いて左手と右足の指で握手ですね。だいぶこれ慣れてきたかな、どうかな。ちゃんとこの足の指ね、ちょっと遠いから見えないけど、足の指全部広げて手と足の指で握手、ね、してあげてください。右手はすねのあたり軽く添えたら前回し後ろ回しぐるぐるぐるっとね回してあげましょう。で、あんまりね力いっぱいやらなくていいです。いつもながら、ゆったり大きく回してあげるようなイメージで、力をね込めすぎないように加減してあげてくださいね。自分の体優しく扱ってあげましょう。はい、じゃあストップしたらゆっくり右足の甲を床に下ろしちゃいます。で右足の裏をマッサージしますが、左膝曲げて左足のかかとでこの右足のまず土踏まずのところをちょっとふみふみしてみましょうか。ゆっくりゆっくりかかとで土踏まずを踏んでいきます。痛くない力加減にしてあげてくださいね。土踏まずまんべんなくふみふみしてあげて、あと慣れてきたらかかとの方とか、あと足の指の付け根のあたりもねふにふにと、少しマッサージをしてあげましょう。足裏も毎日ねこう大地をね踏みしめて頑張ってくれてますからね、しっかりとマッサージしてあげてください。意外とね土踏まずなんかは特に疲れが溜まってる部分ですからね。はい、じゃあストップしたら左足ね伸ばしてても曲げててもいいですよ。楽なところに置いといたら今度ふくらはぎと太ももマッサージしていきますので、両手のひらパーにしてふくらはぎの上に手のひら乗せます。で少し体重をかけて前にずらす、体重をかけて前にずらす、少しふくらはぎね大きく大きく触ってみてください。でこういうもみもみっていうよりかは少し押していくような、マッサージですね。少し体重をかけてずらしていくようなマッサージをしてみましょう。なんかパンこねるみたいな感じかな。で足首のあたりや膝の付け根もね触ってあげましょう。でこのままね内ももいっちゃいましょうか。手のひらで内ももを触ってあげます。できるだけまんべんなく触ってあげて、そして膝の付け根だったり、あとは、鼠径部のあたりもねしっかりと触ってあげましょう。はい、でこのまま手の指先を少し外向きにしてあげて、前もものあたりも触ってあげましょうか。前ももね結構痛い人いるかもしれないですね。あと骨の上にあんまり体重かけないようにしてあげましょう。これもね気持ちいいなって思える力加減で十分ですからね。はい、じゃあストップしたらゆっくりと右膝を立てて、で両方の親指の先っちょをぐっとね右膝の下に入れ込んじゃいます。で右膝の裏グリグリグリとマッサージしてあげましょう。膝の裏側ねリンパ節がすごく集中しているところですね。むくみや冷えの解消にもつながりやすい部分ですので、しっかりとねほぐしてあげましょう。グリグリグリと足の親指を膝の裏に入れてあげます。はい、じゃあストップしたら右足だけ割り座の体勢ですね。右膝を曲げたら右ふくらはぎを少し右太ももの外側に出すようにしてあげて、で右足の甲を床につけてあげましょう。右足の土踏まずをお尻の横に置いてあげます。で左足はまっすぐ伸びていますが、いける方はねできるだけ両膝を閉じてあげてください。はい、じゃあ今度ね前もものストレッチ、右太ももの前のストレッチ入れていきます。両手のひらを腰の後ろに置いてあげますが、このままね少し上半身を少しだけ倒していきたいんですけど、腰痛めたくないので尻尾の骨をシューッと右膝の方に向けてみてください。要は骨盤を少し後傾させる、後ろの方に倒してみましょう。そうすると右太ももの前結構きつめのストレッチがかかると思います。これでもう十分ストレッチ効いてるっていう方はこのままでも大丈夫。もう少し深められそうだなっていう方は両肘を床に置いて手のひらをマットに下ろしちゃいます。で呼吸を右ももの前に送りましょう。肘を置くか、きつかったら手を
置いてあげてもいいです。腰が痛かったら高さを足してあげましょう。では呼吸します。鼻から吸って鼻から吐く。呼吸をどんどん右ももの前に送ってあげましょう。吸って胸からぐっとね呼吸を取り入れて、で吐きながら尻尾の根をぐーっと右膝の方に送って、右ももの前のストレッチ感じていきましょう。もう一つ吸って吐きます。 OK。 ではゆっくり上半身左側の方からね手を使って起き上がっていきましょう。では右足前に伸ばしたら長座に戻っていきます。左足いきましょう。左膝曲げて、今度は右太ももの上に乗せたら右手と左足の指で握手をしてあげます。左手すねのあたり置いたら足首回しましょう。前回し後ろ回し、ぐるぐるぐるっとね足首を回してあげます。で、自分の足首の可動域をねできるだけ全部使ってあげるようなイメージですね。はい、じゃあストップしたら左足の甲を床に下ろして足裏マッサージしましょう。ちょっと見えづらいね、こっち向くね。こんな感じですね。で左足の裏に右膝を立てて、この右足のかかとを土踏まずの上に乗せましょう。両手ね腰の後ろ楽々しておいてください。ゆっくりと足、左足の土踏まずですね、体重をかけてあげましょう。じわじわとね、場所をずらしながら土踏まず全体的にふみふみしてあげてください。力加減調節してあげてくださいね。はい、で慣れてきたらかかとのあたりもふみふみ、あるいは足の指の付け根のあたりもふみふみしてあげましょう。はい、じゃあストップしていったら、右足楽なところに置いて左太ももとあとはふくらはぎでマッサージしましょう。さっきと同じ両手のひらパンにしてあげて、ふくらはぎの上に手のひらを乗せたら体重を少しかけて前にずらす、体重をかけて前にずらす、ゆっくりゆっくりふくらはぎを触ってあげましょう。で最初にちょっとお話ししたけど、自分の体触ることって日常であんまりないじゃないですか。そう、この時にねしっかり自分の体に感謝を伝えてあげましょう。いつも頑張ってくれてありがとう、今日もね疲れちゃったよねって、あの一緒にしっかり休んでいこうねって自分の体にメッセージを送ってあげてください。で優しく触ってあげましょうね。痛いところまでやらないであげてください。じゃあ今度は内もも行きましょうか。指先を自分のふくらはぎの方に向けながら内もも触ってあげましょう。少し体重をかけてずらしていきます。鼠径部のあたりやあるいは膝の付け根もね触ってみてください。はい、じゃあ今度前ももですね、手の指先少し外向きにしてあげて、骨体重ね乗せないように注意しながら前の太もものゆっくりゆっくり触ってあげましょう。はい、じゃあストップしたら左膝を立てて、そして左膝の裏側ですね、ここに両方の親指を引き込んでいきます。そして膝裏ぐりぐりマッサージしてあげましょう。これもね結構人によっては痛いと思いますので、力加減コントロールしてあげてくださいね。無理しないこと、自分の体は優しく丁寧に扱ってあげましょう。はい、じゃあストップしたら太ももの前ストレッチします。左膝を曲げますが割り座です。左ふくらはぎを左太ももの少し外側に出してあげて、で左足の甲が床、土踏まずが左お尻の横に来るようにしましょう。右足はまっすぐ伸ばして、いける方はできるだけ両膝を閉じようとしてみてください。では両手腰の後ろに置いて、まず腰痛めないようにしましょう。尻尾の骨をぎゅーっと左膝の方に向ける、要は骨盤を少し丸めてあげるような動きをすると、それだけでも左太ももの前かなりきつめなストレッチがかかってきます。この高さでも全然大丈夫ですし、もう少し深められそうな方は両肘を下ろしてあげて、手のひら床でもいいです。でも腰痛かったら手を置くバージョンに戻ってみてくださいね。じゃあ呼吸を左太ももの前に送ってあげましょう。鼻から吸って鼻から吐く。呼吸を左太ももの
前側にどんどん送って、ストレッチねきつかったら呼吸で緩めてあげるようなイメージです。もう一つ吸って吐きます。 OK、 ではゆっくり上半身を右側の方に倒しながら手を使って起き上がってきてください。じゃあね、ここからあぐら座姿勢になっていきましょう。私ちょっと見やすいように正面向きに座りますね。はい、じゃあね、お尻のお肉少し広げてあげて、骨盤どっしりと大地に根を張っていきましょう。では今度上半身しっかりと動かしていきます。じゃあ一緒に動いていきましょう。吸う呼吸、両手横から持ち上げます。頭の上が正面線、指先、吐いて合掌、胸の中心に下ろしましょう。これ繰り返します。吸って横から両手持ち上げます。頭の上合掌、吐いて手のひらを胸元まで下ろしましょう。もう一度吸って横から両手持ち上げます。頭の上合掌、吐いて手のひら胸まで下ろしていく。吸って横から両手持ち上げたら、今度ね両手肩幅でストップ。吐いてカクタスアーム、サボテンの手ですね、肘をギューって下の方で曲げたら、吸って右側にゆっくり体を倒していきましょう。で吐いて左お尻ぐーっとね、マットを押すようにしてあげて、まず左あばらウエスト広げて呼吸の通り道作りましょう。吸って脇の下から空見て、吐いて骨盤大地の方に、肩リラックスして吸うたびに上に上に広がるような感覚大切にしましょう。で吐くたびに骨盤は大地に安定していきます。もう一つ吸って、お腹から吐く。 OK、 では吸いながら左手、そして右手も上に持ち上げましょう。ぐーって伸びたら吐いてカクタスアーム、もう一度サボテンの手、肘下の方で曲げます。で吸って体を今度は左側に倒していきましょう。吐いて右のお尻ぐーっとマットの方押し込みます。吸って空の方に自分の体を広げていく。吐いて骨盤大事に安定させましょう。肩リラックス、できるだけ筋肉や関節は緊張させないで、ゆったりゆったり使っていきましょう。もう一つ吸って、で吐いてゆっくり右手下ろしながら背骨ニュートラル、真ん中に戻しましょう。では次の吸う呼吸、両手横に広げて胸目線空です。で吐いてまず右手を上にしてあげて自分を抱きしめます。指先肩甲骨触れるまで。次の吸う呼吸、背骨もう一度まっすぐに起こしてきてください。では両手の指先でしっかりね肩甲骨を捉えていきます。こっちの方が見えやすいかな。自分の指先で肩甲骨を触れるということは、肩甲骨同士が引き離れているということですね。この肩甲骨同士ストレッチさせていきましょう。顎を軽く引いて頭頂は空につなぎます。肘はおへその方に下げて、首は苦しくないようにしたらイーグルアームいきましょう。親指鼻先の方に向けて手の甲を重ねるか、あるいは手のひらを合わせます。どっちもね全然できないよという方は、この抱きしめるポジションに戻ってあげてもいいですよ。自分の体に合わせてね、手のポジション決めてみましょう。では顎を引きます。吸って指先頭頂少し上の方に引っ張り上げて、吐いて肘ぐーっと前に押し出していきます。肩甲骨の間しっかりと広げてあげましょう。ではこのまま次の吸う呼吸ですね、肩はリラックスしながら少しずつ肘を空の方に持ち上げて胸を開いていく。で吐いて指先遠く遠く通りながらゆっくり前屈、手の小指側がマットについたら一度頭力抜きましょう。背中で吸って、背中で吐きます。 OK、 では吸いながらゆっくり上半身を起こして、で吐いて手をほどいていったら、ゆっくり両手背中で握り拳です。吸ってぐーっと肩甲骨寄せて胸目線空、吐いて顎軽く引いて肩耳離しましょう。胸で吸って胸で吐きます。 OK、 ゆっくり手をほどいたら次の吸う呼吸、もう一度両手横に広げて胸目線空、で吐いて今度左手上にしてあげて自分をハグする、指先肩甲骨触れるまで。吸う呼吸で背骨まっすぐに起こしたら、もう一度ね自分の手で肩甲骨触ってポジション確かめてみてください。肩甲骨同士をしっかりと引き離してあげましょう。
では顎を軽く引いて頭空高く持ち上げます。肘をぐっとへその方に下げてね、首は長くしておきましょう。では次の吸う呼吸イーグルアーム、親指鼻先手の甲を重ねるか、あるいは手のひらを重ねていく。結構ねこの体勢きついなって方は抱きしめるポジションに戻ってあげてもいいです。顎を引いて次の吸う呼吸指先頭頂上、吐いて肘前に押し出してあげて肩甲骨の間広げていきましょう。ではこのまま次の吸う呼吸いけるところまで肘を空の方に持ち上げて胸を反らせていきます。で吐いて指先遠く遠く通りながらゆっくり前屈、小指マットに下ろし頭力抜きましょう。目を閉じて鼻から吸って、鼻から吐く。呼吸を背中にいっぱい広げてあげましょう。では次の吸う呼吸でゆっくり上半身を起こして、で吐いて手をほどいたら背中で握り拳、吸って肩甲骨寄せて胸目線空、吐いて顎軽く引きながら肩を下げましょう。胸で吸って胸で吐く。OK、 ではゆっくり両手ほどいたら両膝立ててマットに四つん這い作っていこうと思います。じゃあここから全身ね動かしていきましょう。まずマットの真ん中につま先立ちのチャイルドポーズ作っていこうと思います。ゆっくりお尻かかとの上に乗せて、そして両手前に滑らせていきましょう。おでこマットです。肘軽く曲げてあげていいです。一度鼻から吸って口から吐きます。チャイルドポーズ吐きやすい体勢なのでね、少し吐く呼吸長めにしてあげて、体の中の余計な力みや緊張どんどん手放しましょう。ではこのままおでこさえにゆらゆら揺さぶってあげましょう。頭の中マッサージ、今日一日考えすぎてしまったね思考も頭の中の熱もここでねマッサージしながら大地に手放していきましょう。では頭ストップさせていったら肘を伸ばしていきます。手首は肩幅よりちょっと広めにセッティングしてあげましょう。脇の下少しマットの方に向けて人差し指と腰を離すように長い背中作っていったら背骨に波を起こしていきます。次の吸う呼吸丸い背中でゆっくり四つん這いまで起き上がりましょう。で吐いて身を乗り出しながらゆっくり腹ばい、脇締めてドスンと落ちないように足の甲を寝かせて、吸ってコブラのポーズ、顎引きます。胸を広げて、で吐いてチャイルドポーズ、つま先立ちに戻りましょう。あと2回吸って丸い背中で四つん這い滑らかに動いて、吐いて身を乗り出しながらゆっくり腹ばい、脇締めて足の甲を寝かせます。吸ってコブラ、かかと軽く向かわせて肩を下げる、吐いてチャイルドポーズ、つま先立ちで、ラスト吸って丸い背中で四つん這い、背骨一個一個動かしましょう。吐いて身を乗り出しながらゆっくり腹ばい、脇締めます。足の甲を寝かせて吸ってコブラ、胸を持ち上げる、吐いてチャイルドポーズ、つま先立ちに戻っていきます。では吸って丸い背中で四つん這い、吐いてダウンドッグ、アドムカシュバンナーサナに入りましょう。お尻斜め上です。ではゆっくり足踏みしてあげましょう。膝、足首柔らかく動かしてペダルを漕ぐように片足ずつかかとをマットの方に押し付けてみてください。呼吸を太ももの裏側やふくらはぎ、アキレス腱に送ってあげましょう。では足をストップしたら次の吸う呼吸でプランクポーズ、腕立て伏せポジションです。で吐いてゆっくりと左膝をマットに下ろしましょう。で左膝90度外に回し右足の土踏まずマットに置きます。次の吸う呼吸右手横から持ち上げて胸目線空、吐いて頭の向こう側手のひら下向きです。吸って脇の下から空見て、吐いてお尻ぎゅーっと締めます。体の右側で虹のアーチを作るようにしましょう。肩力抜いてね、もう一つ吸って、で吐いて右手右足、そして左足も根元のポジションに戻ったらもう一度ダウンドッグ、足踏みしましょう。ゆっくりゆっくり動いていきます。
はい、じゃあね、足ストップしたら次の数呼吸でもう一度プランクポーズですね。頭頂かかと一直線で吐いて、今度右膝だけちょんとマットに下ろしていきます。右足90度外に回し、左足土踏まずがマット。吸って左手横から持ち上げて目線空、吐いて頭の向こう側手のひら下向きです。吸って脇の下から空見て、吐いてお尻キュッと締めて、鼠径部空の方に開放しましょう。体の左側に虹のアーチを作ります。もう一つ吸って吐いて左手、そして右足元のポジションダウンドッグ、足踏みしましょう。ふう、ゆっくりゆっくり動いていきます。はい、じゃあ足をストップしたらゆっくり両膝を下ろして四つん這いに戻りましょう。足の甲を寝かせていきます。でここでね、最初に話したブランケットあるいはクッションね、手元に準備してあげてください。はい、じゃあ続いてハーフビジョンですね、行っていこうと思います。四つん這いの状態から右手首の10センチぐらい手前に右膝を連れていきましょう。見えるかな。で左膝は10センチぐらい後ろに下げていきます。そして左手と左膝のちょうど間に右足のつま先をちょんと出してあげましょう。右すねがマットの前のラインに対してこう斜め45度に入ってきます。でここでね、必要な方は右のお尻の下にブランケットあるいはクッションを入れ込みながら、後ろ足をねゆっくりゆっくり引き下げていって、完全にね骨盤をブランケットあるいはクッションの上に乗せてあげましょう。いらないよという方はね、お尻そのまま床に下ろしてもいいんですけど、これ結構ね股関節きつい人は多いと思いますので、ブランケットあるいはクッションの上にお尻乗っけちゃいましょう。ではここからゆっくりと肩の下に肘を置いて、そして両手合掌を作っていきましょう。肩の真下に肘なので肘は肩幅です。じゃあね、目線はね自分の合掌を見たままでいいですよ。顎を引いていきます。そして肩と耳離しましょう。ぐっとね首が潰れないように首長くします。では顎を引いてあげて、頭頂は斜め上をぐーっと押し上げるように、そして後ろ足のかかとはしっかりと空の方に向けて、かかと後ろに引いてあげましょう。自分の頭頂と後ろ足のかかとの引っ張り合いっこですね。肩と耳を離していきましょう。もう一つ吸って吐きます。 OK。 ではもうちょっとチャレンジできそうな方は、今肘を置いてたところに手首を置いてあげましょう。後ろ足かかと空向けたまま、次の数呼吸ゆっくり肘を伸ばします。で吐いて顎を引いて、胸をね前に押し出すようにしてあげましょう。腰結構きついなっていう方はさっきのこの肘置くバージョンに戻ってあげてね、自分の体と相談しながら決めましょう。吸って顎を引いて頭頂斜め上、吐いて後ろ足かかと空向けて後ろに引っ張り上げます。脇を引き締めて肩と耳を離していきましょう。もう一つ吸って吐きます。 OK。 では今肩の真下ですね、手首を置いたところキープしてあげて、後ろ足つま先立ちを作っていったら、次の数呼吸右足アップ、で吐いてダウンドッグ、足踏みしましょう。ふう、結構ねバックベンドとヒップオープンですね、お尻のストレッチ入ってたので、一回ダウンドッグで体の後ろ側とお尻、ニュートラルに戻してあげましょう。はい、じゃあストップしたら両膝を下ろして四つん這いです。ブランケットあるいはクッションまた使うのでマットの外に出しておいてください。では今度は左手首の10センチぐらい手前に左膝を連れてきます。で右膝10センチぐらい下げておきましょう。両方とも足の方寝かせておいてください。右手首と右膝の間に左つま先をちょんと出してあげます。でさっきと同じように必要な方はブランケットあるいはクッションを左のお尻の下に入れましょう。では右足じりじり後ろに下げてあげて、骨盤がねしっかり安定するところを探していったら、肩の真下に両肘を置いて、そして両手合掌です。自分の合掌をしっかりね、見ておきながら、脇を締めて肩と耳を離すように肘で少し床をします。
後ろ足のかかとしっかり空向けて、少しね、お尻のストレッチと背中側ね、大きく、バックベンド入れていきましょう。では吸って顎を引いて頭頂斜め上、首長くしましょう。で吐いて後ろ足かかと空向けて真後ろに引いていきます。で呼吸を自分の今ストレッチかかっている左お尻にも送ってみてください。このままでもいいし、チャレンジできそうな方は今肘を置いているところに手首を置いて、で脇締めながら吸う呼吸、顎を引いて目線正面、少しずつ肘を伸ばしましょう。で吐いて後ろ足のかかとを後ろに引き下げながら、頭頂とかかとの引っ張り合いこう、腰痛かったら肘置くバージョンに戻ってみてください。もう一つ吸って吐きます。 OK。 ではここから全員の人ね、両手首床に置いてあげて右膝を曲げます。でこのままね、右膝を前まで連れてきましょう。でブランケットあるいはクッションのようにお尻乗っけちゃって大丈夫。左膝の外側に右足首を置いていきます。じゃあこのままね、アルダマツエンドラサナツイストいきましょう。左手で右膝を抱えます。そして右手は指先立てて背骨の後ろです。顎を引きましょう。吸って頭頂空にぐーっと引き上げて、吐いて右肩から顔後ろ振り向いて優しく目を閉じていきます。呼吸大切に、吸うたびに背骨一つ一つスペースを広げて、で吐きながら右太ももとおへそが近づいていきます。少し体の前ね、縮こまりやすい体勢なので、鎖骨や肩開いてあげてみてください。もう一つ吸って吐きます。 OK。 吸いながらゆっくり左手ほどいて正面向きに戻ったら、足を変えましょう。今度は右すねを床に置いてあげて、右足のつま先は左お尻の方ですね。そして左足は右膝の外側に向いてきます。ちょっと難しいけどこういう感じね。右すねが床で、右膝の外側に左足が引っかかっているような感じですね、はい。で今度は右手で左膝を抱えていく。左手は指先立てて背骨の後ろです。吸って顎を引いて背骨を伸ばします。で吐いて左肩顔後ろ振り向いて目を閉じましょう。吸って背骨真上に引っ張り上げて、で吐いて左太ももとおへそを少し近づけてね、ツイストを深めます。痛かったらそれ以上いかないように、少し余裕があったら左手で右膝を抱きしめてあげましょう。あ、ごめん間違えた。右手で左膝を抱きしめてあげます。もう一つ吸って、そしてお腹から深く吐きましょう。 OK。 では吸いながらゆっくり右手ほどいて正面向きに戻ったら、両膝を立ててバタコナーサナいきましょう。足の裏を合わせていきます。では両手つま先包んだら、腰背骨ぐーっと伸ばし肩下げましょう。バタバタバタ、膝を揺らしてあげて、太ももお尻股関節ですね、少し楽々してあげてください。はい。じゃあストップしたら両手膝を閉じて、そしてブランケットあるいはクッションから降りたら、最後シャバーサナですね、少しだけ仰向けでお休みの時間取っていきましょう。ではね、水分取ってからでもいいですよ。マットに横になっていきます。では足はマット幅まで広げたら、肩首頭完全に力抜きましょう。手のひら空向きです。で仰向けで腰痛くなっちゃう人はいつも言ってます、両膝立てて膝を閉じておきましょう。足の裏はマット幅にしておくと完全に力抜けると思います。膝を立てるか完全に下ろして仰向けか、ご自身の体が一番楽にいられる方を選んでみてください。肩も力抜いて優しく目を閉じて、一度鼻から吸って深く吐きます。穏やかな呼吸を体の中に広げてあげましょう。歯の食いしばりも解いて、まぶたもね少し緩めてあげます。目の奥の緊張もじんわりと
ほどいていきましょう。そして眉間にはスペースを広げてあげて、体だけじゃなくてね、顔の緊張もほどいてあげてください。そして鼻から吸った呼吸を体隅々、細胞一つ一つまで広げて、そして吐きながら、もうね、今日この後の自分、明日の自分にはいらない、緊張や力み、不安も全部手放していきます。優しく穏やかな呼吸を体の中に広げてあげて、自分の呼吸で自分自身の内側を癒してあげます。そして今日一日頑張ってきた自分に感謝を伝えてあげましょう。そして明日の自分にもね、きっと今の自分でもしっかりとね、明日一日過ごせるという安心感を感じてあげてみてください。では優しい呼吸を自分のペースでいいです。もう少し続けてみましょう。少しずつ意識を体に戻しましょう。手の指、足の指、少しずつ動かし始めます。では両足を閉じて、両手頭の上で組みましょう。吸って伸びて伸びて、吐いてリラックス。両膝立てたら横にコトンと倒れましょう。少し背中丸めてあげて、居心地のいい場所を探してあげます。では呼吸が落ち着いたら、腕で床をしながら横からゆっくり起き上がってきてください。はい、皆さんお疲れ様でした。